はい、皆さんどうも橋本でございます。今日はチャレンジシリーズなんですけれども、タイトルにもありますように、嫌いな食べ物を克服するという、今日はチャレンジになります。で、嫌いな食べ物って言いますと、まあ、皆さんも他人から見たらこれが嫌いなのっていう食べ物っていう思うことがあると思うんですね。で、僕も実はその食べ物があるんですね。で、その食べ物はこちらです。はい、実は嫌いな食べ物バナナなんですね。はい、でバナナは本当に僕の中では本当にあの食感と甘さがどうしても好きになれなくて、しょっちゅう食べるっていうことはもう絶対にありえません。バナナ農家の方には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、かといってもう全く食べないっていうわけにもいきませんので、今日は頑張って苦手を克服しようと思って、今日はバナナを食べようと思います。それではいただきます。あーきつい、きついな。この口の中にまとわりつくようなこの食感なんですよね。まあ、皆さんは本当にもう大好きな方はこれが好きなんだと思うんですけれども、やっぱり好きになれないな。はい、食べ終わりました。なんとか食べきりましたけれどもね、苦しい。まあ、生で1本食べるとまあこんな感じなので、まあ、もう少しあの美味しく食べれそうなものっていうのもちょっと考えてきましたので、これを買ってきました。丸ごとバナナですね。あのホイップクリームのこのケーキの生地の中にまた丸ごとバナナが1本入ってるんですけれども、これで食べたらもう少しマシになるんじゃないかなと思って、今からこれを食べて検証していきたいと思います。どうやって開けるのこれ。やっと取り出せた。はい、ではこれからを今からいただきます。周りの生地はうまいですね。そこそここれだといけるかもしれないな。これだとうまい具合にこの周りの生地とこのホイップクリームがあのバナナの食感とうまい具合に消してくれてる感じがするので、僕でも食べれますね。はい、なんとか完食しました。まあ、結論から言いますと、丸ごとバナナで食べた方が僕の場合は少しは美味しく食べれるということになります。はい、まあ、何度かね、皆さんも好きな嫌いはあると思いますけれども、まあ、頑張って嫌いなものを食べるようにしましょう。改めましてバナナ農家の皆様、深くお詫びを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。